うか落ち着いて、ローザさん。わしには何がないやらさっぱりや。もう死んどる？どういう意味なんや。二つの意味があると思う。まず一つ目は言葉通りの意味、そしてもう一つは私たちの想像が正しかったことを裏付けるもの。ということは、ローザはベアトリーチェに会ったことがあるというのか。そんな話、ローザの口からは一度も聞いたことがないわ。ローザ、いつよ。あなたは一体いつベアトリーチェに会ったのよ。昔よ、ずっとずっと昔よ。まだこの島に引っ越してきたばかりで、私は幼かった。私は悪くないの。私が殺したわけじゃ。落ち着け。誰もお前を責めちゃいねえぜ。まず水でも飲めな。夏希さん、水差しを頼む。はい、どうぞ。ローザさん、どうか落ち着いて。